んこんばんは、マーキリです。ということで、マーキリの K-POP 勉強部屋、ようこそ。本日は、タイムトゥトワイス第2話でございます。第1話ね、まあ前回動画で上げておりますので、ぜひともそちらの方も見てください。毎週金曜日にね、トワイスのチャンネルでやってますので、ぜひともご覧ください。さあ、ということで、第2話。まあ、第1話は、な、歌手っていうのが、まあ、亡くなったのか、どうなのかっていうところなんですけど、まあ、そこで、誰が犯人か、みたいな、こう、やってるわけですよ。ということで、今回も誰が犯人なのか、私と一緒に考えていきましょう。ということで、ちーちゃん。それでは、行きます。このあたりで、出てますので、タイムトゥートワイス。ということで、まあ、今回誰が犯人なのか、みんなビジュアルが良いこと、ビジュアルが良い、タイムトゥトワイスクライムシーン。はい、あ、ちょっと待って、字幕カムバックショーケース D デイ、20年ぶりにする元祖アイドルの名歌手、行方不明になった、まあ、亡くなったかどうかも分かんない、行方不明になったってですだけですからね、まあ、拉致かフェードアウトか。フェードアウトっていうのは、まあ、神隠しみたいな意味なのかな、ね、誰かがあれなのかなみたいな。現場にいる全員はナーカ州のあれです。で、助演記者、マネージャー、監督、現場監督、代表事務所ので、コーディネーター、フォトグラファー、会長さんですっていうような感じでね、会場のどこかにいると推定されてます。歌手がいないことを一番最初に把握した人は、楽屋に行っていたソンコーディネーターチェヨンちゃんですね。今から中州を探してください、探していくっていうストーリーね。手がかりをさで、今手がかりをこう探してんのよ。で、ここまでは前の あらすじです。ここら辺まではぜひ1番の方皆さん見てください。あの、みんな可愛いし、なんか役になりきってたり着れなかったりとかするんで、はい、そこら辺見てください。で、ジヒョちゃんが薬剤師なんですよね、実はお仕事が。で、ミナちゃんも疑われてると。ね、フォトグラファー、君に投資したおいくらみたいな。で、代表もね、請求書もマイナスだと、赤字と。このみんなのビジュアルよ、よきよきよき。で、今怪しいのが今の人たちです。必ず中州を探し出さなければなりません。イン代表怪しいね、ナヨンが、ナヨンさんですね。証拠はステージの上に持ってきてください。会場の席からタブレット PC を見つけた有記者、 SNS に人の顔は映んないんだね。そもそもな歌手が誰かが分かんない。まさか何か食べてる、これ見てください。疑問のメモとリンゴ、サーグは、あ、食べかけのリンゴ、モアンドモアかなんか関係あるんかな。集まってください、集まって、証拠、 Q シートを見ると、今 Q シートっていうのはタイムスケジュールとかのことですね。チョンホト市長の内容が別に尋常じゃないですよ。ちょっと僕静かにしますね。あんま喋り続けると僕も集中できないし、みんなも集中したいと思うから。これ全部殺人映画、あー、映画のなんかあれなんですね。作曲家のダヒョンちゃんですね。イゴットボヤな、歌手だけ食べてください。あ、なんか毒でも入ってそうですね。薬さ、薬剤師、薬さ、あにえよ、薬剤師じゃないです。이거뭐지?紫外線フラッシュ。わ、なんか見えるんじゃない?紫外線当てて。내가잡지못하면죽어라고써있는데아니야대표님아니야대표님아니뭐뭐뭐죠잠깐만이리프트제가찾은건데이게셀리스트가엄청바닥에많이떨어져있는데한종이에만리프트인데별표가쳐져있어리프트밑에있는거아니야
あ、여기있다あ、リフトの下にいるんじゃないって、どうやって降りるんですかって、まあ奈落はどうやって入るのかっていう話ですね。うわ、血がいっぱい。お、リフトに、リフト降りていきます。ぬぐぬぐぬぐ。いや、めっちゃみんなそんな死体見つけてそんな感じじゃない。おもおもおもぬぐや、カスや。なってましたね、ナカシは。너무잔인하게죽인거아니에요？우선어떻게올라가요？ナカス！ナカス！モデルさんがめちゃくちゃ悲しいんだよ。なんでこんなにダサいんですか？ハラユキ전이에요。私じゃないですよって、着替えてないだけですよって。지금범행이요안에있어요。でも올라가야돼。단서를찾아야돼요지금。오빠。手掛かりを見つかなければなりません。오빠。무슨소리야？나는아경찰。皆さん動かないでくださいって行方不明になったと知らされた中署が死体発見されました。殺人事件になりました。行方不明からみなちゃん綺麗。Keep out。そして皆さんは全員殺人事件の容疑者です。逃げたかもしれません。身の毛もよつような人逃れてください。いいな、このめっちゃかわいい。でみんな疑いの民ですね。좋겠어요모조연씨。元メンバーでしょって。우리다용의자예요。내가제일지금힘들지。내가제일힘들어。정말안타까워요。제가제일힘들어요。저도정말열심히준비했거든요。왜웃어요？정말슬퍼요。왜웃죠？나지금임대표님문자메시지내용보고있는데。아니이거진짜내가말할까말까많이망설였는데。아유。아、何かを隠してますね。원해요？원해요？나가서랑모조연이랑썸띵이있었더라고。어머나와모모린가やっぱり怪しいですか。まあ私の予想はモモリン怪しいんじゃないかっていう、シンプルに元メンバーだからっていう簡単な理由なんですけど。근데나가수님이뭐요거절했나요？알수없습니다개인사생활이라서저는오빠랑그렇게그냥그랬던사이에요。普通の関係でしたよって。재밌어？재밌어？面白い？いや、ジコちゃん。なんか役に入りきれずにみんな笑ってんのね。지금다수상이지금재밌네。반전은거짓말을안해요。내가가리아우소つきません。아까부터저밖에안찍어송꼬댄님마지막에우리나가서봤을때좀이상한낌새못느꼈어요？아니요아니요사실마센데시작고에마사진개발했어떴다뭐독극물을수정되는파란색약품이발견됐대요。야피해자약사약급은난다네。독극물을바로얻을수있는사람누구예요？약사죠。약사죠。약사가아니어도충분히다구할수있어요여러분그런거는。왜그렇게부정을하죠？당연히아니니까부정을하죠。어떻게생각해요？지효짱까와이네까와이네ステージ上に皆さん行きました。そんな아니면
死体囲んでそんな話しません。そんな話しません。そのコーディネーターの足の裏一回見せてもらっていいですか。あ、なんか박회장님의의지인데요지금여기신발에신발에야봉이있는거지바닥에는없어요아니아니신발을근데보여줘봐요全員靴の裏を確認。本人も보여주세요。V 자가있었다고。V 자가있었다고 V 자가。V 자？보여주세요。V 자자국이있었어。그치？본인이하신말같은데？더아니야。나야만보이고？아우저도。임대표님。오。오임대표님대표님인데요？아니나였으면내가이걸어떻게써요？대표님。아니요아니요。어깨쳐헛단ですか？당황하시네。당황하셨어。임대표님거의너무빨리서만나버려인사아니아까내가되게너무너무생생하게기억이나내가잡지못할거는죽어나시간못쓰고되기나기를신해근데전아니에요대표님이그냥돈도다갖고돈까지뭐전부持ってると야っぱ代表ですからね근데아까보니까감독근데아까보니까힘들다고요즘너무힘들다그게가장최근에사단그거니때사단그래요그럼아까부터계속말이없으셨어요어한인님어아본인무올라가기전에도리허설끝나고한번제가피드백을드렸는데그것때문에말다툼을조금했죠근데잘풀었어요잘푸는거맞나요잘풀어서하고무격됐죠네지금여기까지오는데얼마나준비도열심히하고밤새일하고그랬는데제가아나나준비했습니까뭐가마음에안들었죠사단샤베르도예뻐가와이나공부매차매차가와이나사단노또왔고요그리고나가수를좀많이팠어요이제調べました도저는일단나가수밖에모른다나가수밖에모른다갖지못하는진짜너무너무안녕작곡님노트북을발견했는데그안에살인영화가너무많았어요죽은아티스트의마지막노래맞다노트에 프레디머큐리마이클잭슨컴백앨범です하긴멤버였죠그냥오빠는좋은오빠였고저는그냥히토리가노스했고맞네함께좋은무대를만들려고정말같이노력을많이했어요오늘까지네좋습니다됐습니다너무아쉬워요 성적가감독쇼케소감독静かなトラブルメーカーって書いてる、ね、これ気になるね나가수뿐입니다제가왜나가수를죽이겠어요나가수로제앞날이결정되는너무집착하신거아닙니까그러니까임대표님이제일수상스러워요그래발자국발자국신발나아니에요사실대표가무대위에올라올리는나아니요하지만왜발자국이찍혀있죠아니이거국민신발이잖아요전국국민가고덕사고되셔몰라요나일단옆으로일단네저는저는나가수나가수나가수의만내매니저만내매나매니저마네저굉장히놀았고저는형이었어요형 형같이못나가슈때언나는슈지않았다근데그말은솔직히어떻고포함이되지않아요그건모르는일이죠아까문자내용도모르고아까문자내용은제대로안해주는정포토님이랑대표님이랑엄청싸운내용이었어요아니에요그건잘풀고제가여기로놀러오는거잖아요なんか、なあ歌手自体もなんかいろいろ問題抱えてる系の人なんだね。みーたん、きれい！きれい！質問해도되나요？ね。그가방에뭐가있죠？가방の中に何があるんですか？제품이랑요제스케줄표가있어요그안에테이프같은거없습니까어인고아까이거웃을아니이런다이어트식품도이렇게써있어요そんなバッグに入れて持ち歩く바꿔쓸수도있겠네요フルーツナイフ
원래 범인 현장에 최초 목격자가 범인인 경우가 종종 있습니다. 그럼 수중 그 마지막 아닙니다. 아주 아주 심장이 쫄깃쫄깃하겠어 범인. 근데 카드를 이렇게 열심히 하고 또 있네요. 야, 어? 이거는 쓰리만의 보조제고요. 아, 나 아야시 가오시てますね. 손채연산. 아니야, 아니에요. 아니, 저 건장한 남자를 저기에 칼로 찔릴 수 있다는 거. 야, 어떡한다, 나 가슈테. 온나가 좀 못했다, 우리. これ本人たちも分かってないのかな、誰が犯人とかって。人狼ゲームみたいな感じなんかな、それともバチバチに台本あるんかな。사귀었었다고둘이사귀었었다고네모두현씨랑모브린가付き合ってたって言うと내가그랬잖아아무나도모르겠어나도모르겠어저는느끼자니다른집안을疑ってるからおかしいです제일많이하는것같아서かわいいモモリ뭐저오늘사단かわいい사귀었었다고방금付き合ってたとさっき告白しました언제사귀었었나봐요아질투를했었을수도있겠다는생각이들었어요마도와してくるねこの作品하츠미나영웅상가오치째考え事が多いってあれ多分何も考えてないんだと思うよ桃に有力な犯人として指名された勇気あまあ今回はジョンヨンちゃんか桃林かソン・チェヨンかみたいなところでしたね今回この3人ミータンあでも違うね今の3人が今回は有力候補やっぱモモリンでもチェンもあんだけ物が出てきたらねでも今の3人は微妙だと思うてかみんな怪しすぎるんだよな微妙に怪しくない人が犯人であってほしいところではありますねでなんだかんだしてたら17分もう経ったんだねめちゃめちゃ早いわはい。ということで、皆さんの予想は誰でしょうか?ぜひコメント欄の方に書いてください。まあ、今のところはやっぱり1話と変わらず、モモリンかなっていうところはあります。まあ、シンプル?結構 TWICE ってシンプルな内容多いから、まあ、もともと付き合ってたっていうところもあると思うんですけど、いやでもまだちょっと情報量が少ないな。だから今のところ、予想は推しということで、モモリンで。私は行きたいと思います。皆さんは、なんか私がね、見落としてる部分がありましたら、ぜひとも教えてください。コメント欄でお待ちしております。ということで、皆さん来週も楽しみにしておきましょう。それでは!